先ほどの三手には我が疾風昇揚の技が隠されていた。主殿、決断はよく考えてからなされよ。多勢に無勢といえども勝利をつかむ。武は策略に通ずるという。各家にそう言われるとまるで真実のように聞こえるな。今日つき敵を打ち破る。武人として最も避けるべきは迷うこと。先ほど主殿は何かに気を取られていたようだ。そしてこの手で何かを守ること。主殿の武芸は群を抜く。この長領、主殿を追って必ずや武の道を極めてみせよう。この先いつまで。今頃故郷の岩門には雪が降っているだろう。ひなびた家屋の窓からは冷たい風や雪が吹き込んできたものだ。そんな故郷の寒さでさえそれがしにとっては知己に等しい。今でも積もる雪を見れば武芸を学んだ幼き日々を思い出す。初めて会った時、主殿は百姓を守らねばと何者をも恐れぬ目をしていた。主殿の前を向く姿、まるで昔のそれがしを見ているようであった。それがし武の極みへと至るべくひたすら突き進んできた。そしてこの手で何かを守ることの意味も知っている。主殿はこの天下を守っていく者ならば、主殿の恩義はそれがしが守ろう。この先いつまでも。戦機あらば口頭に分け入り、孫権の首を討ち取ってみせよう。
多勢に無勢といえども勝利をつかむ、そして民の平穏をなす。今日つき敵を打ち破る、先手必勝。100万の大軍が相手であろうと、この長領の敵ではない。出陣すれば生きて恥ずかしめを受けず、栄誉をもって死すべし。もしそれがしの天命が尽きたなら、首は巨匠の城に埋めてくれ。疾風昇揚。また一歩武の極みへと近づいた。アキトラよ、それがしと共に敵軍を引き裂こうぞ。長領文武参上した。今日つき敵を打ち破る、先手必勝。戦機あらば口頭に分け入り、孫権の首を討ち取ってみせよう。多勢に無勢といえども勝利をつかむ、そして民の平穏をなす。それじゃ。それじゃあ、それじゃあ早速。それじゃあ早速。
それじゃあ早速。それじゃあ早速、行こうか。それじゃあ早速。例え的に。戦機あらば口頭に分け入り、孫権の首を討ち取ってみせよう。敵軍を引き裂こう。これぞ。アクシズ、それがと共に敵軍を引き裂こうぞ。もしそれ、嘘よ。これぞ。戦機あらば口頭に分け入り、孫権の首